鉄屋等とは、聖教会の方針霊、番頭のうち、大番課と早課と一時化を組み合わせた形式を持つ、抗義党である。現在では、スラブ系聖教会で、一般的な形式であるが、ギリシャ系聖教会では行われない。これは、スラブ系聖教会とギリシャ系聖教会が、それぞれの方針霊伝統の基盤とした、修道院が、 異なる系統の伝統を保持していたことに由来する。手術の前半祭日の前半に行われる。日本ハリストス正教会は、スラブ系の伝統を承継しており、徹夜等を行っている。手術における、徹夜等と、生体礼儀が行われる、時間帯を示す図。教会歴の1日は、日没から始まり、日没に終わる。個々の教会ごとに、行われる時刻に、 多少のばらつきがある。永民者のために行われる、方針例であるパニヒダの語源は、徹夜の祈りという意味であり、これを、徹夜、等と誤って呼ぶ事例が散見されるが、聖教会では、パニヒダを徹夜等とは呼ばない。花を持って聖へ、枝祭りの徹夜等にあたる、聖教会の新品たち。司祭たちは、フェロンとエピタラヒリを着用し、 タスク祭は捨て張りとオラリを着用している。修道司祭は黒ブークを被り、祭体司祭はカミラフカを被っている。左手奥側にはミトラを被った司祭がいる。徹夜、等という名ではあるが、修道院外の町の教会ではまず実際に徹夜で行われることはない。所要時間はどの程度省略を行うかによって千差万別であるが、 町の教会では1時間半から3時間半であることが一般的であり、だいたい17時か18時に開始され、20時前後に終えられることが多い。省略を行わずに徹夜等を行う場合、6時間ほどの時間がかかる場合もある。徹夜等は生体礼儀を準備する正義として位置づけられる。スラブ系の修道院では、手術や、 大祭の前半に行われるものであり、日常的に行われているものではない。ただし町の教会では、手術や主要な祭日のみに、生体礼儀を行うことから、結果として、通常の晩課よりも徹夜等の方が年間を通じて、多く行われることが、一般的である。様々な作曲家が、この徹夜等に作曲を行っている。特にセルゲイラ・フマニノフのものがよく知られている。 ただしこれら作曲家による作品が用いられることは、一般の街の教会では、あまり多くなく、大聖堂などの大規模な聖火隊を備えた教会に、ほとんど限られている。日本ではラフマニノフによる、徹夜祈り作曲作品を故障する際にも、見られるように、一般に徹夜等のことを番頭と呼ぶことがある。これは、誤りではない。番頭は、 万能方針例の総称であり、徹夜等も含まれる。万能の語は徹夜等より、講義のものと言える。より正確さを期すのであれば、徹夜等の故障を用いるべきだが、正教会の万の祈りは徹夜等だけではないので、判別が難しい場合には、万能の語を用いるのが無難である。正教会において、交淡祭の前般に行われるのは、競議の徹夜等ではなく、 万道大化、草化、一時化の組み合わせの万刀である。鉄や刀が、主日祭日の前般に行われるのは、教会歴は日没を一日の区切りであり、始まりと捉えていることに由来する。したがって、教会歴において、方針例は、万化、万道化、夜半化、草化、一時化、三時化、六時化、九時化の順に行われることにも現れているように、 日没後の晩家は正確に言えば、前日の晩の祈りというよりは、当日の晩の祈りとも言うべき存在である。クリスマスイブが、クリスマスの前晩に位置しているのも、このような教会歴の習慣による。主に、エルサレムのサワ修道院と、コンスタンディヌーポリのストディオス修道院でこれらの、異なる系統の方針霊規則は発展したが、全く別個に発展したのではなく、 影響を与え合いながら方針例が形成されたことには注意が必要。なお、徹夜等の形式がスラブに移入された際には、アトスさんを経由している。河村香里さんつや、気丈な長女に参列者涙、スポニチアネックス、7月31日閲覧。ありがとうございます。